へい、hey, どうも、薄い総理でございます。皆さん、週末いかがお過ごしだったでしょうか、えー、私はですね、ちょっとあの、地元の方へ戻っておりまして、えー、選挙に行ってまいりました。埼玉県知事選挙があったんですね。あの、これね、飛んで埼玉の、 図案がですね、今回ポスターとか内話とかで採用されまして、なんとこの選挙の内話ですよ。選挙の内話がえ品切れになると。私の地元の田舎市でもですねえ、探してみたんですが、もうないとのことでございました。えー、飛んで埼玉高価なのか。まあ、ちょっと投票率とかはね、調べてないんですけども。 すで、えー、にもう結果は出ています。当、え、確、ー、は出ているようなんですけども、埼玉県知事選挙投票行ってまいりました。んで、まああとはちょっとお食事したり、えー、家族の買い物に付き合ったりみたいなことをしておりましたが、まあ毎度あのー、お馴染みなんですけども、私的にはね、ハードオフ巡りもしておりました。 で、普段あんまり行かない、地元なに近いんだけれども、普段あんまり行かないハードオフ2件巡りまして、2件3件かな巡りまして、ちょっとした買い物をしたので、それをちょっと Vlog があってらご報告をしたいと思います。で、1個目なんですけど、まずこちら、でーん、J リーグ電子手帳。<laughs> もうかぶ、かぶっちゃいます。知ってますけど。J リーグ電子手帳ですって。はい。えー、しかも、 もう読売ヴェルディですね。ヴェルディ川崎じゃないですよ。読売ヴェルディ。あ、今ヴェルディ川崎じゃないんでしたっけ東京ヴェルディ19なんちゃらでしたっけはい。はい。そういえばね、僕はあの大学の、まあ、ちょっとしか行ってなかった大学の同期の子がですね、もうヴェルディ大好きで。 で、僕ら、ちょうど学生時代って J リーグ元年とかその頃ですから、もうほんとすごかったその口を開けば J リーグの話しかしないやついましたけどね。名前忘れちゃったけど、彼も元気かな。はい。えー、で、この J リーグ電子手帳、108円でございました。しかも、これで、ね、も開けちゃったんですけど、新品でした、えー。新品でございました。ここに、あの、あるんですけど、あの、電池を止めとく。 やつ要するに電池を使わずに止めとくやつまでついてましてね。いやーすごかったっすね。こんな感じ。まあ、電子手帳とは名ばかりでしてね。の、何が、どんな機能があるかというと、まあ、あ当時のものをね、覚えてる方よくわかるでしょうけど。ね。これね、わかりますはい。電卓と、まあ、あ時計、世界時計と、あとね、電話帳機能ってのがあったんですね。えー、これね、あの、えー、 と、はい。こんな風にね。わかりますちょっと入れといてください。安倍総理って。<laughs> まあ電話番号も,もちろん適当99999って入れてるんですけど、こういう風に、電話番号をね、とね、名前を記録しておけるっていうのが、割と当時の電子手帳とか、まあ、PDA の走りみたいなものですかね、の、えー、主要機能だったんですよ。なんでこんなものがいるかって、今の若い子にはわからんでしょう。 スマートフォンで全部ケりがつく。まあ、せいぜい折りたたみのね、携帯ぐらいからの、ガラケーからのイメージの若者にはわからんでしょう。こういうものがないとだな、もっと言うと手帳だよ。紙の。紙の手帳にだな、電話番号を書いておいたのだよ。ね、公衆電話で使うとか、会社の電話で使うとか、こういう機能が必要だったのだよ。わかるかね、若者。まあ、そういうね、ものでございました。 ええと、本当に、時計と電卓と、えー、この電話帳機能しかありません。はい。というものでございまして、えー、まあでもこれでもね、金が使えるとか、それだけでもすごかったんですよ、当時は。はい。これを108円で買いました。しかもこの、えー、新品で入っていた電池がそのまま使えました。すごいですね。108円。うん。読売ヴェルディ。はい。 ちなみにあの、私、あの、野球は読める巨人軍、ジャイアンツのファンをずっとやってますけれども、あの、サッカーは別にどこというファンがあるわけではございません。まあ、埼玉県なので、えー、の、県民なので、まあ、レッズとかは興味はありましたけど、そんなにサッカーも見なかったですね。はい、それはいいとして。えー、二品目。324円。こちら。これ買いました。これわかるかな画像でわかるかな東芝って書いてあるのよ。 古いロゴ、わかります東芝の古いロゴ。古い家電製品とかね、あの知ってる人とか、ま、あもしくはあの我々か我々以上の世代の人は、東芝ってね、こういうちょっと引き体ロゴだったんですよね。昔こういう引き体のね、企業ロゴっていっぱいあったような気しますけどね。で、これ何が入ってるかと言いますと、こんなものが入っております。324円だったんです。これちょっとね、出物だったんですけど、これ。これが入ってました。あれなんだろう ちょっとぶっといレンズフィルターかな。まあ、そういうものです。どういうものかというと、これ、これでわかるかな。あ、わかるわかる。ほら。どうわかります分身してる。薄いソウル、分身。ダダ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 おおこういうやつです。はい。これね、ここに書いてあるんですけど。東芝。これでわかるかな。東芝ミラクルイメージレンズ。 55mm ってやつですね。これなんかちょっとググっても、あのー、ちょっと、ググったらちょっと分かったんですけど、どうもこれね、何種類かあったらしいんですよ。この画像の感じが。こういう風に分かれる感じ。なんか5分割になるものとかいろいろあったらしいんですけど、まあ、要は、ちょっとしたこう、プリズムっていうのかな。これを使った面白フィルターですね。はい。 これ、すごい綺麗だったんです。あの、あんまり傷もなくて、あの、綺麗だったものなので、どなたが使ってたのかわかりませんけど。で、これ、ヤフオクとかでもほとんど出てないんですけど、たまに出るとそこそこの値段してるみたいなので、えー、ちょっと出物でしたね。で、早速これ、55mm。持ってるレンズがあんまなかったんですけど、この AF、AFP-DX18mm55mm、mm、っていう、あの、ニコンのレンズにつけて、ちょっと、い、いじったりとかしてたんですけど、さすがに、 ここの幅が広いんで、えー、18mm の広角の状態では蹴られました。はい。だけど、35mm ぐらいに設定すると蹴られなかったのかな。えー、ちょっとまたね、これも面白そうなんで、え取、ー、れたやつを、えー、お知らせしたいなと思っております。これ324円。これは出物でしたね。ちょっとあの、汚いのは実は私がね、間違って手で触っちゃったっていうのもあるんで、はい。実際、実際はもうちょっと綺麗です。 320円。この東芝ロゴも素敵ですよね。はい。で、えー、もう一個買ったものがございまして、今度は540円でございます。こちら。ポラロイドミス。はい。ポラロイドミス。セルフポートレートって書いてますね。これ、わかります液晶がパカッと。まあ、バリアングル。まあ、バリアングルじゃないんですけど、液晶はこっちにパカッて向くんですね。はい。昔のデジカメですね。こういうふうにパカッとなるものって、実はほ、最初はなくて、 そのうちちらほら出てきたんですけど、非常に珍しいものだったんですね。なのでこれも、まあ、セルフポートレートって書いてある通りよ、まあ、セルフィーができますよと、と当時セルフィーって言葉なかったと思いますけど、セルフポートレートができるよという、コンデジ、コンパクトデジタルカメラです。2.0メガピクセルって書いてありますけど、これ、えっと、193万画素って書いてあったかな有効あ、違う、192万画素。有効192万画素の CMOS イメージセンサーでございまして。 で、内蔵フラッシュメモリーも16目があって、SD カードにも対応。静止が最大 1600×1200 ピクセルと書いてあります。なんですが、え、これね、箱ごとで売ってたんですけれども、えっと、付属品がね、こう書いてあるんですけど、この中で説明書だけ入ってなかったです。説明書だけ抜かれてました。他は全部入ってました。しかも、触ってない新品でした。 あの、シールとかも貼りっぱなし、保護シールも貼りっぱなし、今実は充電してまして、ちょっと使えるかどうか微妙なんですよね。あの、要は長年眠ってたものなんで、内蔵電池が生きているかどうかはちょっとわからないんですけれども、これ、こういうね、ちょっとわかんないかな、保護フィ,フィルムもね、貼りっぱなしなんです、こういうところも。はい。で、今ちょっとね、充電中です。これ使えるかどうか、まあ、一晩置いてみないとわからなさそうなので、またご報告しますが、こういうふうにね、ほら、セルフィーできるわけですよ。こうやってね。 新品です。レッドで綺麗。はい、これ、これ、200万画素なんでね。画質は大したことないと思いますけど、これを540円で買いました。最近ちょっと報告できてませんけど、またね、中古カメラ、あの、ちらほらやってますので、またその辺もね、えー、どんどんと動画出していきたいと思います。まあ、そんなわけで、えー、今日はですね、地元に帰ってハードオフを3件回ってお買い物をしてみたというお話でございました。108円,円、324円 で、540円ですから、まあ、1000円ぐらいですよね。はい、の買い物で、非常に楽しめました。まあ、<laughs> それに費やしたガソリン代と高速代はいくらなんだろうって言ったらね、考えないことにしておりますけど。まあ、そんなあ生活をしておりましたと。えー、ちょっと話、一番最初に戻っちゃう、一番最初昨日の動画とかに戻っちゃいますけれども、総会園、総合火力演習、富士総合火力演習、今日本番やりましたね。えー、現地に行かれた方もいらっしゃるでしょうし、えー、っと、 インターネット中継もされていたので、そちらをご覧になった方もいらっしゃったかと思います。どうだったでしょうか。えー、現地にね、行けなかった残念という方は、また来年、えー、抽選、チャレンジしてみてください。で、あの、私が総会で撮った写真とかも今まとめてるところですので、えー、今週中にどっかのタイミングで、えー、初心、初心者って何回も言ってるんですけど、写真ベタ。そうですね。カメラベタが、えー、撮るとこういう風になるっていうのをですね、また皆さんにもお見せしようかなと。 えー、全然自慢じゃなくて、どっちかというと恥をさらすような動画になると思いますけども、そちらも楽しみにしていただければと思います。えー、カメラネタ、えー、それからもろもろネタ、まだまだ溜まっております。えー、やる気が続く限り、ちょっと動画出していこうかなと思ってますが、こんな感じのね、喋ってるだけの Vlog も続けていきたいなと、続けられれば続けていきたいなと思っておりますので、できれば高評価お願いいたします。で、評価がね、上回るようになったらもうこれやめちゃおうかな <laughs> と思ってますので、はい。えー、できれば高評価をお願いします。低評価の方はもう そのまま切っていただければなと思います。あと、チャンネル登録お願いします。というわけで、えー、ライター編集者、その他半分ニートの薄い総理がお送りいたしました。今日の Vlog。えー、皆さん良い週末をお過ごしいただけましたでしょうかまた明日から頑張りましょうというわけで、さよならね、いい買い物しました、今日は。